こで何かを変える作業っていうのはすごく難しいですし、変える必要もないと思ってますし、そのスタイルでやってきて、まあ、今までのこのホーリーホップがあるので、まあ、そこに多少僕になることで選手に伝わるニュアンスとか、まあ、そういう変化はあると思いますけど、まあ、だからその変化を逆にこううまくプラスに持っていけるようにしたいですし、まあ、その基礎の部分だったりとかっていうのもベースになることは変わらないと思ってるので、はい、まあ、そこの作業を逆に間違えてしまうとまたもっとおかしくなるので、はい、まだまだ今年に関して言えばやっぱりその、はい、さっき言ったように若い選手が多くなった分、うん、こう、まあ、分かって頭の中では分かっているけれども、まあ、体でその部分がこう表現できる体現できないっていう部分が多分多々あって、まあ、そのトレーニングで、まあ、成功も失敗も含めてそういう体験回数っていうのをやっぱり増やしていくトレーニングをやっていくことで、やっぱりゲームって全然もちろん毎試合毎試合違いますし、はい、いろんな状況は相手によって変わりますけど、でもまあその中でやっぱり同じような場面っていうのはやっぱり絶対出てくるので、はい、まあ、そういうものの時に対してしっかりそういうものをそういうトレーニングでやってきたことを発揮できるようなことをやっていきたいなっていうふうに、まあ、そうすることで若い選手が、まあ、もっと伸び伸びと思い切りやれるのかなっていうふうに思ってはいるんですけど、何て言うんですか、まあ、勝ちの数と、まあ、その勝ち点の数と、まあ、順位も含めて、やっぱりそういうものがもうちょっと上に来ないと選手とは多分落ち着かないと思うし、まあ、やっぱりそのところのそこの順位までとか勝ち点に行けるまではやっぱり本当に粘り強く、まあ、本当にコツコツとやらなきゃいけないと思うしますし、どのチームも簡単に勝てるわけじゃないですし、だからこの詰まってる勝ち点と順位の中で、まあ、本当にまだまだ油断はできないですし、逆にチャンスもありますし、はい、っていう部分で、まあ、そこの今ピンチの部分をやっぱりどういうふうにチャンスに変えていけるのかっていうのは、はい、選手の頑張りでしょうし、まあ、僕も含めてチーム全員の頑張りで、逆に言ったら未来は変えられるのかなと思って、はい、お前やねえだろうな、はい、